おはようございます。7時50分西宮渓村からダッシュで参ります。西宮渓村綺麗に竿が曲がっておりますね。今日はエビ巻きですね。なかなかサイズいいんじゃないですかね。どうでしょうか姿が。手応え良さそうですね。ね、じっくり行きましょう。浮きが、あらららららら、あら、ちょっと針伸びてますね。ちょっとやっぱ大きかったかな。そうね。ケイソンの方もね、最近状況としては当たりもようなってますね。で、サイズがだいぶ上がってきましたね。まあ以前2週ほど前はね、生後が多かったんですけども。ね、今日はウッフォー、サイズですね。2あたりのワンキャッチおめでとうございます。棚は3キロですね。エビ巻きこちらもね釣れておりますね。まあまあのサイズが、揃い出しましたね。エビ巻きシーズン到来。西宮渓村タクターは棚が3キロちょっとですね。私は東の石畳へやってまいりました。風はやや北風です。エビ巻きシーズンですね。湾岸下ずらりとエビ巻きのお客さんはいらっしゃいます。それで潮確認していきましょう。今日は中潮ちょっと緩めの上げで夕方いいかもしれないですね。干潮からの上げ6時いいんじゃないですかね。当たりそうな感じはするんですけどね。今のところ当たりはないみたいです。極み深瀬釣りの芦屋のチヌ狙いの方は多数いらっしゃいますね。チヌはね日中釣れますんでね、頑張ってください。北側へやってまいりました。少し風は北から吹いてますね。奇襲釣りですかね。そうです。奇襲釣りのチヌ狙いでございます。西側の方やってまいりました。釣り人は3名様とちょっと寂しいですね。